皆さんこんにちは、えー、西村裕明です。<laughs> えっとまあこういう顔をしてますが <laughs>、えー、マスクをします。<laughs> 気がついたら13時回ってた。えー、っと始めたいと思うんですよね。えー、っとですねあの同、ー、就活2日目えー、っと昨日はえー、っと今井さんと 佐藤ささんが来ててくださって今日2日目ですね、えー、っとこのあとステレオウォーターの4人とっていうことで白石さん玉木さん青木さん吉倉さんとあの話を交わしていきますが、えー、っと3つしか席ができてないのは4人目がここであの玉木さんという方がですねあのコロナに感染してしまったようで。 えと今熱が38.8度っていうあと0.2度上がると瀕死ですねっていう<笑>,笑えないんですけれど、えー、とでもあのご自宅からこうつないでくれてるのであのちょっと彼女にもこう登場してもらいながらって感じで進めます今日は「会社って何?」っていうテーマで、えー、とこれから話が展開されていくけれどもリードのテキストにはこういう言葉を書いてます去年とまた違う言葉でちょっと読み上げますね経営者は何気なく 自分の会社というまあ言い方をしますと言いますよねで会社は誰かのものなんでしょうか事業は一人ではできないことを力を合わせて実現する社会的な手段ですならそれを行う会社はみんなのものなんでしょうかどうなんでしょうね会社って誰のためのものなのっていうのが今日全体にこうポーンってかかってる なりかけなんだけど、このことについてどう思うっていうのを、まあ今のえっと二三人で、えー、最初三四分短いです。えー、ちょっとカわしてみてもらえる。そこから入、はい、始めたいと思うんです。じゃあちょっと任せます。えっと玉木さん聞こえますか？聞こえます。オンにするビデオ。はいします。はいこちら。<laughs> <laughs> すみません皆さん会場に行きたかったんですけど映したらまずいので涙を飲んで諦めました <laughs> ここから参加しますはいよろしくお願いします守っててください,いは<ー>い <laughs> 温かい拍手え本当に涙を飲んでますあ本当に飲んでるあれは <laughs> 了解 ちょっと一人ずつえっとお名前と一言ご挨拶ぐらい。あはいあ、はい、すいません。あのご挨拶の前に入ってしまいましてスティルオーターの白石弘子と申します。今日はどうぞよろしくお願いします。同じくスティルオーターの直久子です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。スティルオーターの吉倉理紗子です。よろしくお願いいたします。はい。 えっと、A パート B パートということで2つ、えっと、お話を相談していて1つ目 A パートは、まあ、自分たちはどんなふうにこうことを感じたり考えながらあの、まあ、会社をやってるかっていうそこの話ですよね、はい、あのどんな事業をなさってるかってことも含めてあのご紹介いただけるということであそこのスクリーンを使いながらえっといきます。私があの えっと送り役するので、はいあの言って頂ければここちょっとこう中村さんこっちちょっと消してもらった方がググッッととあ、うん、ありりががううごござざいいまますす皆さんあのずっと横を見続ける感じになってしまうのでお首が痛くならないようにあちらを向いていただいたり。 私たちを時々チラ見していただければ大丈夫ですのでこっちチラ見で大丈夫あの本当はですね、今日ここにいない玉木が西村さんとずっとお仲良くさせていただいていて今日はあのこの場をいただきまして改めましてあのどうもありがとうございます、えー、簡単に私たちのご紹介をさせていただきたいと思います改めましてスティルウォーターと申します で2012年にですね、2012年の2月に起業いたしまして、これが創業メンバーです。で、今右から2人目の石原美希は卒業2 0年に卒業しまし、あ、じゃあ2020年に卒業しまして、残りの玉木、青木、白石と、そして今日ここにいる吉倉が加わりました。これが2022年ですね。いい形で経年しているといいんですが。 <laughs> ありがとうございます。<laughs> 絡みづらい感じですいません、はいえー。そうですねで2月16日に立ち上げまして、えー、事業は主にクリエイティブコンサルティングと呼んでるんですが、まあ、企画とか編集とか制作とか、うん、あと商品企画なんかもやっております。うん、あで一つ前にすいませんこの代表が移り変わっているんですけれども、うん、あの4年交代制という。 あの4年交代制 <laughs> まあいろんな会社ごとにいろんなこう取り組みがあります、ね、4年交代制ので2012年、まあ、偶然にもあのオリンピックイヤーだったんですね「うるうド市で2月だったので2月29日に4年ごとに交代してみようかということになってで、まあ、車も運転する人が変わるとこう走り方も変わるし乗り心地も変わるしうん、うん、ルートも変わるじゃないですか。うんうん、そんな感じで なんかこうまあ、せっかく4人フラットで始めたので、まあ、誰がなっても一緒だよねっていうところで <laughs> まあやってみることにしたんですねで最初は最年長の石原が務めてくれてで、まあ、とてもこう安定をこうキ,シキスまずは基盤を作ってくれで2番目にあの登場したのが左の玉木で <laughs> まあ あのここにいないのが残念なんですけど、うんうん、まあ基礎天外なルーティングで、<laughs> 亡くなった人じゃない <laughs>、個人を忍ぶ感じになっちゃう、忍ばなくて大丈夫いるし <laughs> <laughs>、忍んでない忍、うんでない忍んでないんですけど、<る>あのまあ独特なルーテルートルート取りですですね。<laughs> はいはい、まあ急カーブキキーとか言いながらね、あの振り落とされそうになりながらあの、うん、あタメさんの運転は、はい、ちょっと。 危機って感じだったね、はい。もうはもうあの山あり谷あり、はあ、あの石があろうとどんどん行くし森の中も行くしみたいな森の中も行くし <laughs>、はい、ルパン三世カリオストロの城で <laughs> ルパンがこうトーンって行く感じですねそうそう。道なき道も行ってでもおかげでこう見えてきた景色もたくさんあってあとこうまあ自分たちがやるとも思っていなかったようなこともあのたくさん増えたりとかして。うんうんうん 今があって、うん、で2020年に私がバトンを受けて三代目の代表を今私が務めていて3年目になります。うんうん、はい、はい、そうですね。でこっち。玉木さん何かありますか？あ、急ブレーキ、急運転、急発進で。 失礼しましまた <laughs> あの別に公開で残しなくてです <laughs> 今初めて言われたあの簡単に私たちがどんなことをやっているかということもご紹介していけたらと思うんですが、うん、これはあのウェルカムグループとあの d デルーカーさんとかトゥデイズ・スペシャルさんとかしぼねとかやってらっしゃる会社ですね。うんうん、であのこれはあの一つ今私たちのクリエイティブ・コンサルティングの仕事の中でも代表的な、うん、あ仕事の仕事の。 仕方の一つとして挙げさせていただいているんですが、あのこれは左側はあの社員の皆さんの顔写真うん、うん、で右側がそのあの理念を書かせていただいてます。で、あのこれはコロナに入る前だったんですけれども、あの社長さんにこうデプスインタビューをさせていただいて、それからまあ用人という方にはまあスタッフの方にもインタビューをさせていただき、あのだいたい宝はあの皆さんの中に眠っているので、それをこう掘り当てていって。 あのワーディングしていくというお仕事が非常に、あの多くいただくことがあります。で、それはあの企業の場合とか、あとブランドの場合とか。あと、アパレルさんなんか、では、その。毎シーズンごとに、コピーライティングをご依頼いただくというようなこともあります。うん、あの、世の中には、あの編集プロダクションっていう、はい、まあ、ヘンプロって略される。うん、あの。種類のこう会社があるけれども。はい、なんか、これだけ聞くとね、なんかヘンプロっぽい。けど、ヘンプロ。 私たちはあの、まあ、デザインチームも持っていないしうん、うん、編集者ではあるんですけれどもそのいわゆるあの印刷物をこう編集していくという編集者さん、まあ、編集者さんは多分そのよりプロフェッショナルにそこに特化していらっしゃるという意味で言うと私たちはこう場を編集するとかプロジェクトを編集するとかっていうぐらいの感覚でこう感覚で。うん その延長に紙になったり、ウェブサイトになったり、うん、っていうようなことが。時には商品開発になったりっていうことがあります。出力は、あの、最初から決まってないんですね。そうですね。毎回クライアントさんと見つけていく。パターンが多くて。 これはあの三菱地所さんが丸の内東京丸の内をあの運営してらっしゃるリベロッパーさんですけれどももう長い間あのお付き合いが続いておりましてえっと後ほどあの私たちの前職の仕事お話もさせていただこうと思うんですが前職からのお付き合いになります。 でえー、と三菱地所さんはあのご存知だと思いますがあそこにはど誰も住んでいない町なんですね、うんえ。毎朝毎晩約28万人が出勤をして帰っていくという町です。うんうん でまあ、コロナでだいぶその状況も変わってきつつあるんですけれどもそんな中で食を通じてまちづくりをしようということで、えー、2008年に立ち上がった「食育丸の内」というプロジェクトがありましてそれがあの去年あのリブランドしてイートリードといいう名前にたたしましま例えば真ん中では中通りでこうあのロングテーブルをやったりとかあのお子さん向けの食育なんかももちろんやってますし。うん あとそのシェフたちが地域に出向いていって地域産品を見つけてはあの丸ノの内でそれを調理してあの28万人の胃袋に届けるというようなことをやっていてあとまあ今最近ではあのシェフはまさに総合芸術家と呼んでいるんですけれども料理だけではなくてそれのその周辺環境をデザインしているとてもあの。 クリエイティブなお仕事なんですよね、うん、そういう意味でシェフたちのお仕事にあのビジネスパーソンたちも学ぶことが多いなっていうことで、うん、あの異分野の方々と招いてトークサロン、うん、クロストークをするみたいなこともやったりしています、うん、で、これはあの働き女子のためのプロジェクトでウィルコンシャス丸の内といいますが吉倉が今メインで担当しているので、うん、リサックはどうぞ、うんうん こちらも三菱地所さんからいただいているお仕事なんですけれども、うん、働く女性たちを町として応援していこうというプロジェクトでして、うん、女性たちっていろいろな世代に応じていろんな問題にぶつかっていくと思うんですね更年期妊活あとは親の介護だったり子育てだったりパートナーシップだったりいろいろなキーワードが出てくるんですけどこう 会社の中だけではなくって町として女性たちを応援していくっていうところを軸にしているので何か自分たちで選択肢をいろいろ知って自分で選べるっていうところを応援したいなというところで会を与えるというよりはいろんな女性たちがいるよねっていうところをまずは知って自分と向き合う時間を作ってもらうっていうところを目的にしています。 で今あのお写真で写していただいてるの「お茶の時間」っていうんですけど「お茶の時間」はこう「実は私ね」っていうのをあの見ず知らずの人たちが集まってこうポロッと語れる時間を作れたらいいねでしたりあのその隣の「ルキューブ」で今年やったイベントは「丸のうち保健室」といってこ,うこちらはフィジカルの面であの自分の今のコンディションを知って自分と向き合うきっかけにしてもらおうというところをあの主にしたイベントです。 白衣きてますね。<laughs> <laughs> なるほど、でも、まあ。普段、こう、会社では話せないような話だとか、こう、口にできないのこと。ね、語り合えるのは。いいんだなって思いながら聞いてます。そおいて。次。はい。あ、じゃ、これ、青木さん、どうぞ。 は福島県の須賀川市という人口8万人ぐらいの,あの町なんですけれどもそこで震災後2012年からですね約6年半、えー、須賀川市民交流センターという公共施設を、えー、の立ち上げからオープンするまでをスティルウォーターがお手伝いさせていただきましたで今回このプロジェクトはあの友人である建築家の梅森弘之さんという方にお声がけをいただいてあの私たちも初めてこういう公共建設に関して 建築に関わる仕事にアサインさせていただいたんですけれども私たちは建築家と市の方と須賀川市の行政の方ですねの方とチームとしては図書館コンサルティングの方そして後半はデザインと形ビジュアルデザインを形作るアートディレクターの方も一緒にいたんですけれども市民の人たちの声を建築家と行政の方につなぐ間の役割という形で時にはヒアリングをしたりですと 建築家の方と一緒にヒアリングしたりあと私たちが外から県外からゲストを招いてこんなふうにもしこの町でこんな機能があったらみんなどういうふうに活用するっていうことを市民の方と一緒に考えていくワークショップなどを6年間かけてやってきました。で後半は市が発行する「須賀川めぐるめく」という冊子も作りまして。 街の中の人々をインタビューさせていただきながら街のことを伝えて発信していくその情報が、まあ、ここ市民交流センターができたらここでみんながこうきらめくような光景を一緒に作っていこうということでやってきたプロジェクトです、うん、なるほどこうやって聞いていくと本当にこうジャンルを問わないというか、まあ、でも何か得意なジャンルとかあるんですかね。 食は結構得意なジャンルなんじゃないかなと思って見てますけれども、あ一様にですね。うん、そうですね。はい。これはマルシェご飯を作ろう、はい。そうですね。あの、これは、あの。建築家の谷尻誠さんの故郷で、えっ、ー、と、広島県の三次市という。あの、中山幹部なんですけれども、あの。谷尻さんが、あの、私たちの、その、須賀川の仕事を見てくださって。 ぜひこのソフトの部分手伝ってほしい」って声をかけてくださってそれであのあのカウンターにいる右側が誠さんと奥様の直子さんなんですけどであのまあプレイヤーをあぶり出そうということであのまたこれまた市民の皆さんの中に入っていって食の,の,のキャンペーンというかこうコンテストみたいなことをやって三好ならではの フードを作ろううとということで,、うん、であのマルシェご飯っていう切り口でやったんですけど、うん、あの古い町並みがありましてそこであの町おこしをやっているので、うん、そこでマルシェを開こうということを目的に、うん、あのコンテストをしたら、まあ、多,し多彩なあのメニューが出てきてであのワニだっけねあの<ニ>海がないので、うん、サメを保存して、うん、あのタンパク源として食べる風習があってそれをワニっていうんですよ。うんうんうん 紛らしいんですすけどねサメなんです <laughs> で、それを使ったあのフレークとかなんかいろんなアイディアが出てきてで直子さんとかあと農家さんとかあとソムリエの方とかに審査をしていただくというような感じで、はい、盛り上がりました。 これは最近でですすねねそう青木さんお願いします、はい、これは去年から日本財団海と日本プロジェクトという授業の一環であのスティルウォーターが関わらせていただいているプロジェクトです。で日本財団の海と日本プロジェクトはあの全国各地で、えー、400以上の事業体があの海を目的に海を身近に感じようということを目的に皆さんがいろんなあの。 関わりをしているんですけれども私たちはウェブメディアを運営しておりまして食と物語を通して海を伝えていくというウェブメディアをやっています。ここれはこの8月に 表参道のスパイラルでやった時の写真が主なんですけれどもあのウェブサイトの中だけではなくてあのリアルにその都心でも海とつながる場所を作ろうということを目的にウェブメディアでやってきたことを実際にリアルな人たちとしてのトークイベントをやったりですとか音楽ライブをやったりとかという形で海のことを考える時間を作ってきました。 であのウェブサイトの方は一つの地域から、えー、海にまつわる食材を提案する食のレシピ。 というところと、いうころ海のシーンが出てくるような物語というので物語は小説だったりとか映画だったりとか絵画詩だったりとかさまざまなんですけれどもそういう,こう感性なアプローチで物語を感じるとか食べ物を食べておいしい食魚を食べておいしいって感じる気持ちの感性なアプローチから海行ってみたい海のことをしてみたいという機会をたくさんの人と作りたいと思って今やっています。 はい、ホームランドですね。次次から次へといえっとメイドインジャパンのものづくりっていうことをテーマに2020年からコロナの前の年から仕込んでスタートしたプロジェクトで日本全国の生産者さんと一緒にキッチンツールを作ろうということで今ここに出ている写真は信楽焼きがほとんどなんですけどえっとウォロー涼だとか 豆三畳のステンレス製品とかあの鉄だとか真鍮とかあとニットとかそういうあの日本の手仕事を、えー、もう一度光を当てようということであの今吉倉と私がやってるプロジェクトです全国各地に出張に行って、うん、あの生産者さんを直接話して、うん、デザイナーさんを入れずにものづくりをしようということにこだわってまして生産者さんこ,こ,こだわってましてっていうところをもうちょっと詳しく聞かせてもらっていいですか <laughs> で デザイナーさんがい,るいて図面を書いてこれを作ってくださいっていうふうに生産者さんに渡すと大体なんて言うんだろう,うんその通りに作ればいいのねっていうふうにおじちゃんたちもつまんないんですよ。で実際あの彼らはスーっとものづくりをしてきているので本当はもっとこの厚さの方がいいんだけどな包丁だったらとかっていうこだわりがいろいろ あるので、うん、その辺をヒアリングするところからスタートします。うん、であとまあバックヤードを覗かせてもらって宝の山が大体あるのでうん、うん、これってもう,もう一回作らないみたいなことを口説いていき、うんうん、いい形を見出していくっていうものづくりをやってます。うん、私このシリーズすごくいいと思う あの家にこう土鍋があるので買えないんだけれど <laughs>、とてもいいシリーズだなと思ってますね。い本当に美味しいんですよ。このね食卓とキッチンを自在に行き来するっていうあの母国という名のものづくりっていう、うん、あのキャッチコピーでやってるんですけれども、うん、あの本当にあの。 作り手はこうずっと台所にいたり食べ手はずっとだいあの食卓にいるんじゃなくてこう、うん、自在に自由に会話がどちらでも生まれていくようなことをイメージして道具作りをしています。うんうんうん もう設計図があってこれを作ってくれる人を探してるっていう探され方じゃなくてこの人と何ができるかなっていうことを探していくってことですよね。そうですねある程度カトラリー作りたいねとか包丁はここだねとかはあるんですけど出かけてみて実際そのお話をしてとにかく対話を大事にしていくのでその中であやっぱりちょっと違うねとか逆にこの方がお得意そうだねとかっていうことで。 商品の表現が変わっていくことはよくありますね。うん えっと、ステリオの皆さんはデザイナーではないし、はいえっと、だけれどもあのどういうものがこういいとか、うん、それとかあの料理のこういうところが楽しいとかはいあの美味しいものはどういうものかっていうのをよく知ってらっしゃると思うのでその人たちとあの実際にこう作れる人が掛、はい、け算を起こすとこういうふうなものづくりになっていってデザイン集にぎわせるような感じの目線ではないいいものができてきてるなって,とても嬉しく見てますとありがとうございます。 はい、ありがとうご続いて私が急発進急ブレーキしていた時代にですねあのう、<laughs> 噂の、バンコクタイバンコクに会社を作りましてであちらに友人が住んでいてあのグラフィックデザイナーの友人が住んでいてでなんとか遊びに行ってるうちに。 入って食卓に必ずハーブがあるんですね山盛り、うん、その味の濃いこう煮物とか炒め物と一緒にこうハーブをつまみながら食べたりするんですけど、うん、そのハーブの美味しさに魅了されて、うん、ハーブティーを作ったらどうかっていうことから、うん、突然あっちでメーカーになろうと決め決決めめ <laughs> 農場と、えー、契約工場とかを探して、えー「ザ・デイズというブランドを作りました。 でタイで展開するつもりでスタートしたんですけど、まあ、その直後にコロナが始まってしまったので、うん、まあタイが本当に本格的なロックダウンが始まってしまいうん、うん、今現在は日本にこれを運んできて国内、うん、日本国内で販売をしています、うん、コーヒーとハーブティーのブランドです、うん、これはもうお茶の時間が超大事っていう、うん、私たち視点での お茶の時間どうせするんだったら自分たちで作ったおいしいお茶とコーヒーでしたいよねっていうことからスタートしてる感じですね、うんうんまあ、これはあの本当にあのこの次,次の日々これ食卓にも続くんですけども毎日ハーブティーとコーヒーを私たちが誰よりも飲んでいるしもう好きだからやったともうそれ以上以下でもなくてあのまあ時代の,その変化とともにたまたまあの。 チャレンジをあの強いられてきたブランドなんですけれどもそういう意味では今あの日本でお求めいただけるものになっているので,あのタ,イでタイで最初そのお土産として開発はしたんですが今、まあ、その日本で皆様にあのお届けできるようにコーヒーは特にきまめで輸入してあの先ほどアナオキがご説明した福島のテッテという須賀川の、えー、と市民交流センターでチャレンジショップをやっていた。 焙煎士さんを捕まえて今回焙煎をしてもらっているとかなのでプロジェクトも横断していきながらやっております、はいはい、あのいろんな仕事なさっていていろんなアウトプットがあって、まあ素敵な、えー、と女性たちのクリエイティブ ファームみたいな感じであの、まあ、見ている人ばっかりじゃないと思うんだけど <laughs> です、ね、想像がつく人もいると思うんだけどこのコンサルティングの仕事をやっていた身軽なチームがメーカーポジションを取るのって結構大変なことだと思うす在庫が結構空間を占めていくだろうし <laughs> それからね販売とそれから流通の捨ていくっていう話と同時にやんなくちゃいけないからい本当にだからなんかまあここでちょっと言うのもなんですけど人様のことだったら言えるんだなっていう。<laughs> ことですかねやっぱりねそれはあの後半の話にもつながってくるかもしれないんですけど、うん、あの私がメーカーのメーカーを渡り歩いてきた人間なのでうん、うん、プロダクターとするっていうのがどうしてもやりたいことなんですよねなのでエステルウォーターっていうのは一つのブランドだと思っていたりするしうん、うん、その何かしら形にするっていうことがどうしても欲求としてあってでそれ、うん 理解できない仲間たちが、なんでやんの、うん、どうして在庫持つのっていうところで。うん、でも,も、そこの、けんけんがくがくがスタートするんです。事務所に在庫がやってきた。<laughs> <laughs> でも、おかげで、コーヒーとお茶には困らないです,、ねそですね。そうですね。<laughs> ストックがある。そうです。はい。はい。了解。はい。で、あの、これは、日々、これ、食卓という、あの、タイトルで。えっ、ー、と、八年続けているフードセミナーです。で、えっ、ー、と。 大山の,あのクラブヒルサイドさんというあのヒルサイドテラスにある会員制サロンで。 えと続けておりまして毎回塩とか醤油とかとかオリーブとか豆腐みたいな感じで食材をあの作っている正直なものづくりに従事されている生産者の方をお招きしてその方にあのマイクパフォーマンスして頂い,いてその食材を作って扱った献立てをあの料理人の大黒屋久恵さんに組み立ててもらってその料食材を味わい尽くすというあの豊かな会でございます。 で最後こう皆さんにお求めいただけるようにそのしたいのでそうすると大体皆さんこうたくさん両手に買って帰ってくださって生産者の方も普段あの皆さんのお言葉をダイレクトに聞く機会もないですし逆にこんなふうに自分の食材がこういう料理になるんだみたいなことで喜んでくださったりとてもあの豊かな会でコロナ中もいろんな形を変えながら続けている回です。 読書会。で大人になる」これも同じく「え、日々これ食卓」と同じクラブヒルサイトさんと共催で行っているものなんですけれども私たちも本がすごく大好きで本によっていろんな世界や自分が知らない感情も本を通して知って育ってきたというところがありまして最初の「少女は本を読んで大人になる」というシリーズは2回。 やったんですけれども、そのゲストの方々に、その。 ゲストの方が少女だった時にどんな本を読んで大人になったのかというところを本をセレクトしてもらいながらお話を伺うという回を重ねてきまして第1回目はあの今入り口のところでも置かせていただいていますがこの一冊の本になって読書会が一冊の本という形になりました阿川佐和子さんとか角田さんですとか本当にさまざまな方が来ていただきましてあとパート2とあとそれから「人は本を読んで旅に出る」というシリーズも12回最後は最初は本を読んで 集会は池澤夏樹さんだったんですが、行って柴田元幸さんにも出ていただいたりしました。でえま、今年はあのちょっと1回だけだったんですけれども、先ほどのあの海のレシピプロジェクトと絡めまして、海の読書会ということで、麻吹真理子さんをお招きした読書会を今年はやりました。あのこれも本当に完全なるオリジナルでしてで、最初は、えー 本をこう読みながら片手でも食べれるものということでおむすびであったりとかサンドイッチという形でまあ私たちが握ったり作ったりしてるサンドイッチシリーズなんですけれどもそれぞれのゲストの方が選ぶ本だったりえそこの中に出てくるようなものにインスピレーションを受けて私たちが毎回えおむすびとサンドイッチを作ってました。 これもオリジナルの企画で「音言葉作り」ということで音と音楽の音と言葉で場を作っていこうということで始めたものです。で私たちの友人でもある演出家の大谷健次郎さんという方と音楽家である青柳拓司さんと一緒に私たちで子どもから大人までみんなが参加できるようなワークショップライブというんでしょうかねを積み重ねてきて開催してきました。 まあここまでかな。はい。ありがとうございます。えっと何の会社なんだっけ。<laughs> ですよね。<laughs> はい。明かりついてもらって大丈夫です。<laughs> そうなんですよね。あのまあ事業期間事業はまあそのクリエイティブコンサルティングクライアントさんの、うん、あのお困りごとを。うん ヒアリングさせてていいただじゃあこんなのはどうですかとかこうしたらいかがですかっていうようなのが基軸になっているとは思いますが玉木が申し上げたように私たちがスティルウォーターというスティルウォーターが石原が卒業した時にスティルーータっっっててだろううねいことになたんですよね玉木はブランドだといい私は活動体だといい。 青木は概念だといい概念概念来ました <laughs> 違う種類の言葉でしたはいそうですね、うん、でもまあ何何か何も何かになっているということは感じたので、うんうん、なんかこうそこをまあプラットフォームにまあ何をそこをプラットフォームに何をやっていっても、うん、まあいいのではないかっていう、うん、でと特にそのそれぞれ得意分野があるので、うんうん、だけど。 何かこう交わってる部分があるんですよね、うん、大事にしたい価値観が、うん、やっぱり真ん中にあって、うん。うん それをずれていなければどんな表現になってもいいよねっていうところもあってその玉置時代にやっぱり生み出してくれたブランドたちが商品たちがやっぱりこうイメージを作っていってくれてる部分もありますしあとはその日々これ食卓とか読書会とかお言葉作りっていうのはもう本当に手弁当企画なんですけれどもあの逆に一般のお客様から見るとクライアントビジネスっていうのはあんまり外に出ていかないのであのこういうものをやっているというふうに 見えているみたいで、うんうん、どうやって逆に食べてるんだろうねっていう。ご質問いただくことが多く。<laughs> うん、そういう外側から、そういう意見で入ってきてくれたのが吉倉ですえええ。えっと、どうやって食べてるんですかって言って入ってきたの。<laughs> あの、私入。入社というか、ジョインしてから一年ちょっとが、今経とうとしてるんですけど。うんうん、やっぱり、この人数の規模で、これだけの。 あのプロジェクトをどうやって回してるんだろうっていうのが入ってからすごく驚いてあのプロジェクトを書き出したんですけど到底今まで3人で私が1人入って回しきれる量じゃないっていうふうに思っているんですけどあの幸いにも今のところあの事業が続いていっているっていうところで本当にこの会社ってどう成り立ってるんだろうっていうのをすごくずっと興味を持って参加してるんですけど。 いだに。参加しながら、いまだに。いまだに解明ができない。っていう。<laughs> <う>でも、家中の人になっているみたいな状況です。まあ、身を粉にして働いてるっていうのは一つあるんでしょうけれども。<laughs> でも同時に。えっと、私、あの、まだそんなによく存じ上げてないんですけど、白石さんは。生活重視ですよね。生活重視。うん、つまり。こう、どういうふうな、ふに暮らしたいかとか<ー>。どういう。 暮らし具合を実現したいか、はい、ということで。あのやってるんだろうなと想像してるんだ。すごい。にしちゃ忙しそうだなってう。<laughs> もうその辺ちょっと聞きたい。<laughs> すごいでも今なるほどと思っちゃいました。うそうです。そうあの暮らしを。その今日をどう豊かに過ごすかっていう。うん ことのヒントになるものをスティルオーターから生み出していけたらいいなと思っているし、自分たち自身も循環して、その先に皆さんの循環になって、地球の循環になってってなってったらいいなって思ってやってるんですけど、自分自身はすごく忙しくしている傾向があります。まあそうだよね、ご家庭もあるし、お子さんもいらっしゃるし。そうでうん、ね、うん。うんうん まあ全部手を抜きたくないっていう性格のせいだと思いますうんそうか、はい、そ,そうすると結局まあそうですねなのでまあ年も重ねてきたので今年年女なんですけれども、はい、40目の、うん、<laughs> なので、うん、あんまり無理はできないなって最近痛感することが多々あります、うん、そうですか。特になのので歳 あの吉倉が入ってきてくれて、うん、まあその玉木と青木と三人で話したのは何、うん、かこう新しい風がやっぱり入れたくなって、うん、でその若い感性とこう私たちとやっぱりこう、うん、なんていうんですかね軽やかにやれる感覚が違うんですよね。うんうんうん ですごい新人類的なちょっときゅうちょっと仕事ですけど若い男性とか新人類とか言うのはダメだよすごいもう昔の言葉みたいだけどなんかかと思ったら全然対等に話すことができたっていうのが私たち的にはね目から鱗だったんだよね青木さんどうですか吉倉と吉倉について吉倉さんについて,つい,ていやもう毎日楽しいですしやっぱ本当に誰かがこう いなくなることによって変わってきた動きがあってそこからいい形で彼女がジョインしてくれたことがすごく嬉しくてやっぱり人は本当 チームですけど、本当変化しながら動いていくっていうことを改めて実感させてくれた一人でもあります。えっとなんとなくこうスティールウォーターっていう会社がなんかこう見えてきたかなって感じかなと思うんですけど、あのあと5分ぐらいでちょっと最初のみんなどうよって時間に持っていきたいなと思うんだけれど、ちょっと僕の方からいくとえっと。 こうだったらいいなとかああなったらいいなっていう,こう社会であるとかあるいはなんか生まれてくるものたちへの,あのイメージだとか期待を持ちながらもそれをなんか自分たちがこう自ら作っていくっていうよりはあのそういうことをしたい人たちとこう一緒にあのそれを実現していくとでその中であの必要なものになるっていう働き方をしてるんだなって、まあ、思うんですよね。 うん、だから、まあ、あの結びも握ることになるっていうか <laughs>、うん、足りないものになるというか必要なものになるというかあのわ私は結構そういう感じで働いていて、うん、あのこの時に必要なものにじゃあなろうって、うん、まあそんなふうなスタンス取るようになったのは結構経験重ねてきたからかなっていうのもあるしあ<ー>まあ皆さんも年月重ねてきてそんなふうに働いてんだなと思いつつちょっと別の角度から聞きたいんだけど。 あの最初事務所を立ち上げた時は、えっと、元、えっと、青山イデイで働いていた3人4人4人全員そうだったのとあと1人石原さんか、はい、っていう組み合わせでしたよね。うん、であの前ちょっと聞かせてもらったのは最初はなんか割とこう、まあ、なんだか合同オフィスっていうか、うん、あのみんなでこう集まってきて、はいえー、何か仕事をシェアすることもあるかもしれないし一緒にできることもあるかもしれないけども。うん あの基本的にはこうバラバラな個人っていう感じでこう始まった、えっと、けれども、えっとまあ、10年重ねてきてだんだんそのスティルウォーターっていう会社が一つのこう人格というか、うん、スティルウォーター3っていうかと時々されてますけれどもちょっとこう感じが変わってきてる。はいうん、みんなで一緒にこう何かこう 一つのものをこう育ててるというか、うんだろうねそんな感じになってきてるって話をされたじゃないですか、うんはい、その移り変わりの話をちょっと聞かせてもらってもいいですか、うん、そうですねあの多分何か崇高な理念があってとか、うん、なんか会社いつか立ち上げたかったからとかっていうことでもなく、うんうん、なんとなくこうあの私が呼びかけ人なんですけれども。 なんかこう伝えたいその今日どう豊かに過ごすかっていうヒントをまあ生み出していくにあたって思い浮かんだ顔が3人でそれで始まったんですこととではかでもないですしフェミニストということでもないんですけどたまたままあ女子だったっていうところですね。でなんかやっていく中であの企業様とか。 からご依頼いただくことがあって、うん、やっぱり法人の方が便利だねってことになり、うん、必要に迫られて会社にしたんですよねなので何かやりながら私たちはこの会社を通して何を生み出していこうかってことをまあだからあ,のありだし、うん、あのまあでもなんていうのな,いなしってことは一個もなくて仲間のその 価値観を信じてるのでそこから生まれていったものはありだしやってみようよって言うしやった先に生まれてきた状況で困ったことがあったらみんなで解決するし何せ社長も順番だし。 なんかでその場所に立ってみるとやっぱり見えてくることもあるので私も3番目に登板することになって見えてきたこともやっぱりありますし今回私の番ではその人に,人に入って新しく入っていただくということにトライをしているんですけれどもそういう意味ではその私たち自身も楽しませてもらいながらまあ時に水面下では足がずっとぐるぐるしてるみたいなこともあのたくさんねあったしでもそうですねそういう意味ではなんかこう。 普通の成り立ちとは違うかもしれないけれど、うん、でもあのいろんな方から「スティルオーターらしいね」って言われることが増えてきてそれでなんとなくあなんかスティルオーターさんみたいなことがいるのかな、うん、できてきたのかなみたいなことを話すようになったって感じですかね。補足があるえっと補足の前にちょっと私のっと何聞いてもいいであ,、はい、あの。 今日の、えっと、見せていただいたものは、えー、割とこう華やかというかな仕事の数々 <laughs>、はい、社会でも、まあ、例えば女性たち4人でこうやってる会社ですっていうと女性たちってことに対してなんか期待があって、はいあのー、投げかけられるというか何かこう かっこいいセンスのいい仕事をしているなんか4人組の女性たちの会社があってみたいな感じで社内プレゼン通してこう話が来たとか,なんか結構なんか勘違い案件も多くてあの困ったりすることあるんじゃないかなと想像するんですよね勝手に。で今日はあのうまいところにこうちゃんと着地してクライアントもハッピー自分たちもハッピーで続いてるみた,た,そうそうたと思うんだけれども もう本当にこう辛かったみたいな仕事だとか <laughs>、うん、まあ最後までやりきれなかったような仕事も多分たくさんあるんじゃないかと思うんですよね。うんうん、それをなんかわざわざみんなの前でしゃべってほしいってことではないんだけれどもかっこいいところばっかりじゃもちろんないはずだから、はい、もちろんないですご苦労を少しでも。<laughs> そうですね、あのー 苦労それぞれあの思い出の深い案件はありますけど私の場合はなんかこう理想があってそれにこう自分たちでお声がけをいただいたから期待に応えようと思ってやったけれども実際はあのそこが得意ではないというかやれると思ってやったけど、まあ、やれないこともなかったけどもっと得意な人いるなっていうバージョン,バージョン のプロジェクトがあって、それはきっとスタートラインに立ったときに判断できただろうなって今振り返れば思いますけど、まやっぱりその私たちその営業がいないので、本当にあの人のご紹介とかで仕事がおいただいているんですよね。なのでこう大切な人からのご紹介とかしかないので、断るっていうことがあんまり。 なくてそれでとりあえず努力してみるみたいなことで実際にやっていく中で苦労したことっていうのはありますこういうふうな会社ですこういうふうな価値を提供しますっていうこと作ってるものも明らかで例えばウェブデザイン特化してますだったら向こうも看板みたいなんだけれどもそこがこうふわっとしてるってわけじゃないけれども。 あの必要なもことをしますみたいな感じだと <laughs> そうですね、ねはい。あのミスリードが起きやすいと思うんですけど、で,よね、でもそうするとあの来た仕事を何でもこう答えるじゃなくて、うん、あのこれはちょっと違うんじゃないかとか、あのそういう判断がすごく大事になると思う。はい。だけれども四人もいるから、うん、そこでどんなふうにこう判断して、うん、これはやろうとか、うん、これちょっと違うよねとか、そのれはどうなってるんですか。私からでいいですか。 あのそれはえっとそれぞれやっぱりあのまあ担当が持って帰ってくるのであのその人の捉え方でまずシェアをしますよ、ね、だけどなんかこうまあ私たち自身が誰よりもその他の3人が何て言うかがを信じているという,こういうところもあって私だったらこう思うけどもしかして違うアイデアを3人は言ってくれるかも案の定言ってくれたあそういう考え方があるのかじゃあ こういういいいに言えばいいのかもなみたいななことですねなので傍から見たら時間がかかっているように見えることもあると思いますけどその分一人の脳みそではないあのところでここでまず対話をすごく大事にしているのでなんかこう私一人ではない意見がそこには置かれていくし出ていくしっていう強みはあるんじゃないかなと思います。 あのどういうのは受けてどういうのは受けないっていうその合意の形成をどういうふうにしてるかっていう話でちょっと聞いてみたいんですけど、えっと、吉倉さんはどうですかそうですね今お話ししたようにとにかくとことんけんけんがくがく話すっていうのはやっているなと思うんですけどやっぱりあの結構受け取りがちというか <laughs> あのできないことはない精神が。 多分にあるのであの私一番最後に入った私でもちょっと今の状況じじゃゃ厳しいんじゃないいかなななみたいな時もあるんですねなのでそれは正直に言いますしまあここまでだったらあの何月までにできるかもしれないみたいな話ももちろん前向きな話にもなっていったりするんですけどそこは包み隠さず自分はこう思うっていうところを言ってもう。 本当に納得のいくまで話すっていうのはとことんやっているなと思います。はい、ありがとうございます。玉木さんにはちょっとこの質問をお休みいただいて、<laughs> それであのえっとちょっと青木さんに集中したいんですけれども、これであの皆さんに渡していきます。青木さんが、えー、なんていうかなスティルウォーターのその勝ち判断のなんかこう要め要ってわけでもないか、<laughs> なんでそこで笑ってるのかっていうところですよね。 はい、ちょっと聞かせてくださいあのいつも玉木と言ってるんですけど青木はあの本当にこう自分の中に物差しが明快にありまして玉木とか私はあの「あこの人きっとこれ困ってるな、うん、あこれこうしてあげたらいいんだろうな」とかって言って。うんうん かかやれるるる方法あななっっってててて考えて持って帰ってくるタイプなんです、ね、結構難しそうなことでもまあ何とかしてあげたいっていう気持ちで作動しちゃう何、ねうん、か見えてくるんですよ、うん、その人が何を求めてるかそうすると捨ておけなくなってもうちょっともう一個の荷物抱えられるかなみたいな気持ちになっていくんですけど、うん、青木にはもうそれは全くなくて全くっていうか青木ももちろんその広い気質なんですけど違うなっていうことには決してうんって言わないから。 はい出たみたいなもうあの青木の顔で大体わかる「うん」うんって言わないねみたいなあとまあ打ち合わせを一緒にするところに席ついてもらうと喋らないとかクライアントの前で喋らない顔を上げないとか顔を上げない全身で嫌がってるひたすらノートを取るとかああ <laughs> そのあたりを補足どうぞその心その話を聞かないとかっていう、まあ、聞いてるんですけれども <laughs>、ね、社会人としてはでも本当に自分のことも、えー、と仲間のことも本当にみんながそれぞれ知っているのでもちろん相手の気持ちをその救いに行くっていうのはすごいなかなか私はこう主観がすごい強いので。うん 玉木や白石のようにはそこまでこうくみ取れてるのかはちょっとわからないんですけれども2人はその分強い分そこに行き過ぎてしまうとやっぱこう振り回されてしまうという結果になるのがすごい私は嫌でやっぱり自分たちが発揮できる能力を自分たちがちゃんと掴んでいきたいみたいなところはすごくあるのでなんか話の流れ的に向こうのこう求めてることが強かったり。 私たちが得意とするとこじゃないところまでを求められてるとそれはできないなみたいな感覚が多分あのみんなのことのこう性格から多分感じ取ったりとかするのかなとは思います事前ミーティングをしてね打ち合わせをしてあの話を伺った時にそのなかなかその青木さんがこう首を縦に振ってくれない。<laughs> でずっとこう首下げてうんみたいな感じになってるとでみんな他のスタッフがじっとこう青木さんがこう沈黙をこうねほどくのを待つというかでそういう時になんか出てくる言葉としてあの担当者のね向こうの担当者の人の,あの革靴が尖ってるとか <laughs> そういうことを <laughs> 言うって話聞いたのが私鮮烈に残ってて今日はあの自分が持ってる靴の中でもなるべく先が丸いものを。<laughs> 選んで松山さんが先尖ってないといいなと思ってるんですけど <laughs> 松山さん大丈夫だと思すね。それでえっとだなんだろうなえっとすごくその考えて判断してるってだけじゃなくて生理的にこう何か違うなとか違和感みたいなものをすごい大事にされてんだなっていうふうに思って、まあ、もちろんその、えっと、靴の先が丸いとかそういうことはまあ一種の記号でしかないわだけれども。<laughs> <laughs> うんうん、何を手がかりにしてるのかってところをもうちょっとだけ、うん、そうですねあその話は多分私と玉木が担当したクライアントさんの特徴だったっていうところがトラウマになってるものの一つっていうことですけれども <laughs>、はい、まあただそうですね何が、ま、生理的なものっていうのはちょっとどこまでなのかがわからないんですけれども感覚的なところでの違いっていうのは。うん あとでもこうやってすごい言葉にするのをなんか以前も西村さんに言われてすごく考えてたんですけどすごく難しいなと思って。うんうん それがなんかこう打ち合わせの席だったり、うん、その後の席立った後のなんとなくの会話だったり動作だったりとかそういうこともなんか多分自分は拾ってしまっているタイプなのかなと思うんですけれども、うんうん、やっぱ結果的に人ってあの仕事って人と人のつながりなので、うん、なんかそこがうまくいかなそうな相手だったりするっていうのはそもそも難しいのかなっていう感覚は個人的にはあります。 その感じていることと考えていることの乖離がまあ基本的に私たちの悩みとか苦しみとか葛藤だと思うんですよね。はいうん、であの特にビジネスの場面では割とこう頭で考えていることの方が優位に立ってしまいやすいのででもこうだからとかでもこういう社会課題があるからとか、まあ、でもここでこう働くとこうだからとか。うんうん 割とこう考えがこう勝ちやすい。でもそこで、あのでもこう感じていることっていうのをちゃんとこう大事に取り扱うっていうことをまあ青木さんがあのまあみんなしてると思うんだけれども、スティールウォーターの人たちはそれぞれ、まあ中でも特に強くそれを持っていらっしゃるんだなと思って、あのすごく大事なことだと思うんですよね。その感じていることと実際にそれから自分が取ってる表情だとか言葉だとか。 あるいいはそういうものと、まあ、ってる行動があの違うとずっとこう自分に対してなんかこうちぐはぐな感覚っていうのが残ってであの場合によってはこうつ的になってしまったりあの行きたくないって感じてるのにずっと行かなくちゃいけないみたいなそのだから思考とそれから感覚のの乖離の問題なんですよねでもそれをこう会社っていうものでちゃんと実現できてるのは。うん あの皆さんが、えっと、4人っていう小さな会社だからなのかもしれないし、えっと、女性たちで構成されてる会社だからなのかもしれないしあのこう職域というかあのこういう会社ですウェブデザインの会社ですとかそういう専門性を特化してない会社だからかもしれないしいろんな要素があると思うんだけれどもあこんなふうにこう会社っていうものをあの自分が感じてることとやることを一致させながら。うん あのまあ、でも一致させようと試みながらかなジたばたし続けることができるんだなっていう姿を見ていて今したばた <laughs>、うん、タタしてることをとてもあの心強く私は見ております。